2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業は、オーストラリアのシドニーで開催された、海洋防衛総合イベントインドパシフィック2023において、新型水上戦闘艦 FFM、AAW の模型展示を行った。この艦は、海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言ってもよい。今回は、この海外売り込み用、新型 FFM 派生型について詳しく見ていきましょう。潜水艦の時とは状況が違いますし、これは世界に売る気満々かな。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与されるFF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチ、パーパスから M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため、30FFM とも呼ばれている。もっか、身型は当初22隻の建造が計画されていたが、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定した。FFM、AAW というのは、新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言ってもいいでしょう。FFM、AAW は、洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、もっか身型を踏襲していた。しかし、もが、身型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また、全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していた。ちなみに、駆逐艦を意味する DD の艦種記号を持つ汎用護衛艦、ムラサメ型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンなので、新型護衛艦は、艦種こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかる。新型護衛艦の推進方式は、もが身型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用するコダグを採用しているため、最大速度は、もが身型と同じく、時速30ノット以上、約 56km 毎時になると見られている。搭載する兵装は、62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置 MK41VLS で、この構成に関しても、もっか身型を踏襲している。しかし、その中でも、セルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射筒を兼ねた保管容器の数だけが、もが、身型の16セルから32セルへとバージョンアップされていた。MK41VLS は、中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるが、海上自衛隊は、セル数が少量である、もっか身型の VLS には、ミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ、中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていない。そもそも、FFM、AAW の AAW は、アンチ・エア・ウォーフェアすなわち、対空戦を意味しており、FFM、AAW と新型護衛艦は、VLS のセル数を増やして、中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、もっか身型と比較しても、大幅に対空戦能力を強化することができるのだ。冒頭でも述べたように、防衛省は、もっか身型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画している。要するに、防衛省は、もっか身型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしている。もっか身型は、1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、
新型護衛艦の建造ペースはさらに速く、2024年度からの5年間で12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には、2隻の建造費1747億円が計上されている。2028年度には、海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だ。最上型の生みの親である三菱重工業は、同型の建造途上の段階から、FFM、モが、三型の基本設計を踏襲して、ファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF、フューチャー、マルチ、ミッション、フリゲート構想を発表していた。FFM、AAW の模型は、今回のインド・パシフィック、2023で初めて公開されたわけだが、そのコンセプトに関しては、2019年11月に、千葉市の幕張メッセで開催された、防衛関連総合イベント、DSEI Japan 2019において、FMF ファミリーの一つとして発表されていた。当時の三菱重工業は、FFM、AAW を構想した理由として、将来、海上自衛隊が、汎用護衛艦、DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに、開発コストをも低減するためであると説明していた。その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではない。さらに、三菱重工業は、FMF ファミリーとして、FFM、モが、三型の基本設計をもとに、胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI Japan 2019でその模型を展示していた。防衛装備庁は2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、最上型 FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示している。個人的には、FFM、AAW や FFM の胴体短縮型も、有力な輸出商品になり得るポテンシャルは十分にあると考えている。現在の FFM は、三菱重工業中崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだが、防衛省は、8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を、三菱重工業、下請負い者を、ジャパンマリンユナイテッド、JMU に、それぞれ正式決定したと発表した。これが、本当に、5年間で、12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで、海上防衛力の強化につながる。1月25日に発表された新型 FFM 型にかかる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には、主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造される。また、2025年度から2027年度までは、2隻を超える建造を計画した場合には、JMU に1隻を建造させることになっている。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は、新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に、建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていた。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと、防衛省は謎めいた回答をした。しかし、防衛装備庁は、2022年12月に策定された防衛力整備計画、2023年度から2027年度で述べられた護衛艦12隻の調達に関しては、目下、三型2隻と新型 FFM10隻のことであることをはっきりと認めている。また、防衛装備庁は、防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は、2022年度予算にて、建造予定のもが三型護衛艦を指しており、
残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答した。このことによって、今後5年間のいずれかで、イージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG2 隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったが、それが否定されたことになる。いずれにしても、海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら、当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだ。しかし、これらのことは、すべてインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを、我々日本国民は理解しなければならない。出雲、片護衛艦伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。2023年度の防衛費は過去最大の6兆8219億円。この中には海上自衛隊最大艦艇であるヘリコプター搭載可能な出雲、片護衛艦1番艦伊豆、元2番艦加賀に F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この2艦伊豆、元加賀の改修は5年に一度実施される大規模定期検査を利用してそれぞれ2回に分けた改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度 C 以上で下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の耐熱処理や艦首を現在の体型から四角に変更する等の改修工事が必要になるのです。まず、出雲です。海自の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に、1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、型には、設計当初から、F-35B の搭載を想定していたので、エレベータなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり、F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用の場所に、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日に、
アメリカ海兵隊の F-35B を使用した伊豆、モノ発着艦試験が行われました。パイロットは、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。今までは、ヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F-35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、発艦時は、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から、始まる第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、最も先が細くなっていく、台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B 戦闘機が短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の改修内容を少し紹介します。2回目の改修に向け、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を、悪天候下でも、GPS 衛星信号と抜き性広報システムを利用して、高精度で、航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置は、アメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは、伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから今回の出雲型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。またイギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスは F-35B を艦載機とする航空母艦なので
スキージャンプ式滑走路を備えることが、F35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲、や加賀では、F35B 戦闘機を搭載しても、ヘリコプターの運用を重視しているので、対戦ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には、対戦戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが、心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなる、トップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に、波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は F35 ライトニング 2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り対戦ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、伊豆、元加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では F35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸まで行って F35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は、2024年内に F35 ライトニング 2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から航空母艦として本格運用が可能になるのではないかと考えられます。2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったとみられます。計画通り進めば、F35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は4年以上先になりそうです。その頃には、現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その使用や進捗状況も気になりますね。伊豆、元加賀の F35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで日本国憲法の解釈によって、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねてゆき、日本の安全保障が守られることを願います。
防衛装備庁は、艦艇に搭載したレールガンの洋上発射テストを実施し、その様子を SNS で公開した。試験艦アスカで行われたとの情報をキャッチしました。今回は、このレールガン世界初の洋上射撃試験を詳しく見ていきます。今後、レールガンのメリットを活かし、デメリット改善で、世界に、輸出も念頭に入れ、開発量産へステージ化変化しましたね。無人潜水艇に装備してもいいでしょうし、陸上での装備も可能になるでしょう。オスプレイ墜落がちょっと気になるな。先月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は、開発中の兵器である、レールガンを艦艇に搭載し、世界で、初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していた。このレールガンの発射テストの実施にあたって、防衛装備庁は、その実施場所、海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、大型の輸送通り試験艦のアスカであることが判明した。海上自衛隊の試験艦であるアスカは、現状では、同隊が唯一保有、運用している、その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことから、レールガンのテストでも使用されたものと予想されていた。くしくも、その予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだが、個人的にはかなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が不可思議に感じられた。そこには防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどで、あっさりと、試験艦、アスカであることを認めた真意は、正直よくわからない。ただし、防衛装備庁は、今回の試験艦、アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで、地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは、伏せたままの状態である。これまで、防衛装備庁が、陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていた。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用に、さらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされてはいるが、こちらは現時点では明かされていない。そうした情報の秘匿の意図を、防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めている。そのため、具体的な今回のレールガンの使用は、未だ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも、238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいない。さて、今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦アスカであるが、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に起工、翌1994年6月に進水、さらに、その翌年の1995年3月に、収益と慣例は、すでに29年目に到達している。海上自衛隊の試験艦アスカは、同型艦は建造されていない、ただ一隻の艦艇だが、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル、全幅は 17.3 メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備えるコグラグ方式を採用していた。この試験艦アスカに搭載されたコグラグ方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発させ、これによって、最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、かなり強力な仕様だと感じられる。この機関構成自体も、試験艦アスカでは、テストのために、
海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は、発電機は他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには対策が施されたのだろう。試験艦アスカでも、艦尾には多くの護衛艦と同様に、回転翼機用の飛行甲板が装備されており、SH-60J 等の回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されている。1995年3月に収益を開始した時点での試験艦アスカは、当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として、横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同群が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されている。試験艦アスカは、ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は、基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっている。ただし、村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える小ガグ方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発させ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させている。さて、試験艦アスカに話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述したコグラグ方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施している。その後も、試験艦朝日では、海上自衛隊の C4I システムであるの OY90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から、運用可能な新型の丸7式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷、人認識魚雷等の対潜兵装のテストに従事した。また、近年では、陸上自衛隊が装備する1蓋式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしている。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り、今回のレールガンにおいても、真っ先にテストに使用されるであろうことは、多くの関係者に予期されていたと思われる。防衛装備庁では、今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から、海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として実用化を急ぐ観点から言ったものであるとコメントしている。レールガンは、ご存知の通り、従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭、弾丸を、索薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し、磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的には、かなりの高初速で、その発射が可能となる。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが、世界最強の軍事予算と、それに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である、電磁式カタパルトの開発に従事している、ゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできた。この取り組みの結果、2010年には、アメリカ海軍は、BAE システムズ社を中心とした、レールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾、弾丸を 33MJ の運動エネルギーで発射することに成功している。このテスト結果を踏まえた上で、アメリカ海軍は2020年の実用化を目指し、最大射程距離でおよそ 160km を目標に、毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていた。しかし、このレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも 25MJ の電力が必要となり、現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰で、わずか
3隻の建造に止まったズムウォルト級しか存在しなかった。当時も、そして2023年現在も、アメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ9メガジュールほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば、大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じる。この電力供給量を、既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して、新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え、弾頭、弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められた。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ、極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまった。アメリカ軍としては、既存の艦艇の主力兵装である MK41VLS から、運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が、圧倒的に、汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は、中止された形となっている。